7試合目、原口健人 VS 山崎秀明。第6代ナイズライト級王者、魅惑の秀才革命児原口健人選手、対するは第5代 K1 スーパーライト級王者ゴールデンフィスト山崎秀明選手。さあ、では続きまして、選手たちから今の気持ち、そして戦いに向けた意気込みを伺っていきたいと思います。はい、こんにちは、山崎秀明です。そうですね、まあ原口選手と試合できるということで、非常にワクワクしてます。まあ、寸前の試合でちょっと、ポシャってしまったんですけど、原口君申し訳ない。まあ、でも、まあ、どこの看板背負ってやってるかっていうのを、しっかりここで証明したいと思ってます。まだまだ僕は65キロで、まあ、K1 で最強のつもりでいるんで、まあ、原口という男としかできない、試合というのを、しっかりお見せしたいと思ってますんで、そこでしっかり完膚なきまでに叩きのめしたいと思ってます。よろしくお願いします。では原口健人選手、お願いします。オスライズファイターの原口健人です。そうですね、東京ドームちょっと僕関西に住んでるんで、入ったこともないし見たこともないんで、ちょっと実感がまだ湧かないんですけど、まあでもその大きな舞台っていうのは誰が聞いても分かると思うんで、そこに関してはめちゃめちゃワクワクしてますね。で、まあ山崎選手なんですけど、僕がデビューする前からずっと見てる選手やし、まあ新生 K1 昔言ったことあると思うんですけど、新生 K1 で一番好きなファイターやったし、ずっと強いなと思ってて、やるなら山崎さんがいいなって思ってたんで、僕はめちゃめちゃ嬉しいですね。前回の試合でちょっとチャンピオンじゃなくなってしまったんですけど、まあ、そんなことはどうでもよくて、僕がやりたい人とやれるんで、すごくワクワクしてます。まあ、山崎秀明という選手と、まあ、めちゃめちゃ盛り上げてメインにつなげたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。スポーツライターの瀬戸言いますけども、ご登壇されている各選手にお聞きしたいと思います。この試合が決まって、まず、直感でこの対戦相手の印象ってどういうふうに思ったかっていうのを聞かせてください。はい、まず、まあライズを代表する選手で、まあ、全ての、パラメーターが高い選手だなと僕は思っています。まあ、攻撃もスピードも、まあ、ディフェンスもしっかりできる選手だなと思っています。まあ、那須川天心選手に次ぐ、まあ、ライズの代表選手になっていくのかなと思いますし、またそこに、まあ、強豪相手にも世界王者にもやっぱり、果敢に挑んでいく強さにまっすぐな選手だなと思ってます。まあね、まあ、そういう選手とやっぱり、高いところで高い技術で思い切ってぶち当たれることを、今は非常に楽しみにしています。まあ、僕の原口選手の印象はそんなところです。では原口選手、お願いします。そうですね、テクニックを全部潰すようなパワー、そしてその中で細かいテクニックがめちゃくちゃあるんで、まあ、僕はテクニック、まあ、どっちかというとテクニックのファイターなんですけど、まあ、みんなこのテクニックがあるから山田選手には勝てるみたいな感じで対策はしてると思うんですけど、まあ、それをねじ伏せるようなパワーがめちゃめちゃあるんで、だから本当に、まあ、僕も同じようにパワーに見えて全部できるような選手かなと思います。はい。